みんな早く行こう。今行く。はい。こんな平和な一日、ほんと久しぶりだな。一人でニヤニヤしちゃって、いつかあの頃は楽しかったなぁなんて思い出す日が来るのかなって。あの時ああすればよかった、こうすればよかったって後悔してたりして。何突然どうしたの？ふと思っただけ。将来のこととか、これから自分で決めなきゃいけないこととか、いろいろあるでしょ。まあね、自分が選ぼうとしている道が正しいのか、未来にならないと分かんないし。それでいいと思います。え？何が？分からないことがいいと思うんです。迷わず行けよ、行けば分かるさ。有名なお坊さんの言葉です。なんか親父臭いな。でもいいかも。アリサはきっとずっと変わらないよね。私たちの絆も20年後にみんなでまたここに来よ。はい。20年後か。その頃どうなってるかな、私たち。まず間違いなくおばさんになってるね。そりゃそうだ。あ、もしかしたらシャオはあの人と結婚してたりして。あの人って誰のこと？とぼけちゃって、ご想像にお任せします。こら誰？内緒。あ、見てください、虹です。ほんとだよし、次行くよ。ところで、さっきのあの人って誰ですか？ギク。もういいよ。待ってよ。どんなことが待っているやら。迷わず行けよ、行けばわかるさ。